はい。では行きましょうか。まず、四角一番ですね。まあ落としたくないところなんですが、まあこれ落としちゃった人がいたみたいですね。ので行きましょうか。まず、150g の重りっていうのは、えー、100g で1ニュートンなんで、1.5ニュートン。で、バネは7センチから10センチになったので、1.5ニュートンで3センチ伸びた。 という形になるわけですね。このマネを1センチ伸ばしたいっていうことは、まあ、そんな暗算でもいいんですけども、1.5ニュートンの力を加えると3センチ伸びるよ。じゃあ、えー、1センチ伸ばしたければ、何ニュートンで引っ張ればいいかいっていうふうなことなんで、3x イコール1.5より0.5ニュートンと。これが、 2番水の電気分解について言っていますえーあからいきましょうかえー 2H2O は水素原子4個と酸素原子2個が結びついた水分子そんなバカなもともと H2O っていうのは ごめんね。あの、H と O と H がこんな風にくっついてるやつ。これが2個ありますよっていうのが 2H2O なんですよね。はい。ええー、2個と1個がくっついたものっていう風なことなんで、これが明らかに適切でないでしょう。答えが、一応残り見てみましょうか。い右辺にある O2 は酸素原子2個が結びついた。これ正しいですね。 えー、水分子2個から水素分子2個と酸素分子1個。これも問題ないですね。前にあるのは分子が何個あるかです。問題ないですね。えー、えー、科、えー、学反応式の左辺と右辺の原子の種類と数は等しい。えー、水素原子4個と酸素原子2個だ。はい、問題ないですね。やっぱりあがおかしかった。そういう問題だったようです。どんどん行きましょう。3番。 ええー、生死の核と卵の核が合体してできた新しい一つの細胞は、受精卵ですね。はい。えー、3番こんな感じ。4番、ある地点での地震による揺れの大きさ。はい、これも問題ないですね。 震度となりそうです。まあ、あカッコ1とカッコ2で落とした皆さんちょっとこれ注意してもらえるといいんじゃないかな。